こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではダウンというアイテムについて解説をしてみたいなと思っています。11月の後半ぐらいになると結構寒くなってくるので、そろそろですねダウンの購入というのをですね検討される方も多いのかなと思っています。ダウンといってもですね結構金額の幅が広いんですね。高いものだと本当にですね10万円を超えるものもあったりしますし、逆に安いものであれば1万円以下のものもあったりするんですね。じゃあ自分にとって適正のダウンってどれぐらいの価格なのか、そしてデザインでいったらどういったダウンを選べばいいのか、この点はですね結構悩んでる方が多いかなと思うので、今回の動画では高いダウンから安いダウンまで僕が自信を持って推薦できるダウンをですね一挙に公開したいなというふうに思っています。今回の動画を見ていただければ世の中にあるダウンの大枠というものが理解できて、どういったものをチョイスすればいいのかがですね具体的にイメージできるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。本当にですね今回の動画ではたくさんのブランド名だとかお店の名前が出てきますが、ぜひですねその中から皆さんがこれが欲しいなと思ったものをですねコメント欄に書き込んでいただけると僕の中でも参考になるので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。まずはですね一番高いダウンからご紹介したいなと思うんですが、このブランドというのは皆さんもですねひょっとしたら知っているのかなというふうに思っています。モンクレールというブランドですね。これがですねダウンの中では最も高価で非常に人気の高いブランドなんですね。ロゴを見ていただくとなんか見たことがあるなと感じた方もですねいらっしゃるかもしれません。モンクレールのダウンというのは年々ですね金額が上がっていて、今はですねだいたい20万円以上になっていますね。めちゃくちゃ高いですよね。今日ご紹介するダウンだと一番安いのは1万5000円ぐらいなので、かなり価格の差があるかなと思っています。モンクレールというのはダウンの中では結構有名なブランドだったんですが、最近は結構トータルでいろんな服を作ってるんですね。例えばダウン以外だとパーカーを作っていたりだとか、ニットを作っていたりだとか、あとは夏だったら T シャツだとかポロシャツも作ってますし、最近ではシューズまで作ってるんですね。このようにモンクレールというともう一つの人気ブランドになっていて、もうダウン専門のブランドというイメージからですねだんだん広がってるかなと思っています。デザイン的にはですねシンプルなダウンから割とロゴが目立つものまでたくさんあるんですが、その中でも僕が普段のスタイリングの中でよく使っているのがモンジュネーブルというシリーズなんですね。こちらはですねモンクレールのダウンの中でも一番オーソドックスと呼ばれるようなもので、表面の光沢感がないウール状になっていまして、デザインもめちゃくちゃシンプルなんですね。これはね確かにかっこいいんですよ。僕自身も予算の限りがなかったらぜひ買ってみたいと思うダウンなんですが、なかなかですねこれが高いですね。22万円ぐらいするので気軽に買えるダウンではないかなと思っています。予算にある程度ゆとりがあって、なおかつモンクレールというブランドに魅力を感じるだとか、その世界観というところに魅力を感じる方であれば、間違いなくですねモンクレールというのはおすすめのブランドかなと思っています。ちなみにですね僕自身モンクレールのダウンって着ていたことがあるんですよね。でも結構昔で、今から多分14年から15年ぐらい前だったかなと思います。その頃のモンクレールっていうのは今ほどは高くなかったんですね。多分10万円台前半だったと思うんですけども、それでも十分高いんですが、まだ当時僕はですね独身だったので結構服にですねいろいろお金をかけていたので、モンクレールのダウンというのを着ていました。確かにですねモンクレールというともう一つのブランドなので、着ると高揚感みたいなものは得られるかなと思いますし、非常に使い勝手のいいダウンだったんですが、さすがにですね着倒してしまいましたね。なかなか一般的にはお勧めしづらいダウンではあるんですが、こういったものがダウンの最高峰としてあるよということは頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして続いてはですね10万円から12万円ぐらいのレンジのダウンなんですけども、ここにはですね様々なダウンブランドがあるんですね。例えばヘルノというブランドがありまして、ここはですねモンクレールに比べるとブランドの主張というのは結構抑えめで、デザインもめちゃくちゃシンプルなんですね。あまりブランドのロゴというのを主張したくないですね大人の男性には間違いなくヘルノがおすすめかなというふうに思っています。都会的で洗練されたダウンが多くて、僕自身も普段のスタイリングの際におすすめすることが多いブランドになっています。続いてタトラスというブランドですね。これもですね結構人気の高いブランドで、だいたい10万円から12万円ぐらいの価格帯なのかなと思っています。ここのブランドも従来のダウンブランドとは違って結構タイトな作りになっていて、かなり洗練されたダウンを置いてあるんですね。僕自身もタトラスは今からだいたい6、7年ぐらい前に愛用していたんですね。実は2着買っていまして、ダウンベストと普通のダウン両方持っていました。こちらも素材はウールのもので割と大人っぽく見えるものが
あるんですが、そちらを愛用していました。非常にですねダウンの中でも上品に見えるので僕自身も気に入っていたんですが、これも着倒してしまって今は手元にはないんですね。タトラスもですね年々価格が上がっていてなかなか気軽には手が出しにくいんですけども、ちょっと頑張ってダウンを買いたいなという方にはぜひお勧めしたいブランドなのかなというふうに思っています。あとはカナダグースというブランドもありまして、これは腕に大きなですねロゴがついているので、中には見たことがあるという方もいらっしゃるのかなと思っています。ここ数年ですねカナダグース着てる方めちゃくちゃ増えたかなと思っています。ちょっとマニアックな話なんですが、販売代理店が変わりまして、ここ数年はサザビーリーグがですね販売代理店をしてるんですね。サザビーリーグというのはロンハーマンだとかエストネーションだとか結構人気のアパレルブランドを多数扱っている会社なんですが、そこがですね販売代理店をするようになってからかなりカナダグースがですね認知されるようになったかなと思っています。まあ、カナダグースという名前にもある通り、寒いカナダにおいてもですねしっかりと保温性のあるようなダウンを作っていまして、結構ハードに使ってもへたれないようなダウンなのかなと思っています。実はカナダグースに関しても僕は着ていたことがあります。これもですね2着買ったことがあるんですね。このようにお話をしていると僕は一体いくらファッションにお金をかけてきたのかなと不安になったりもするんですが、非常にこれもですね満足度の高いダウンでしたね。これまで上げてきたダウンに比べるともう少しカジュアルな感じになるかなと思うんですが、プレミアムダウンの中でも勢いがあってカジュアルな雰囲気を楽しめるようなダウンなのかなというふうに思っています。そしてもう一つだけ紹介したのがデサントというブランドの水沢ダウンというものなんですね。これまたですねすごく人気の高いダウンで、僕自身ですね今回ご紹介する中では今一番欲しいのは水沢ダウンなのかなというふうに思っています。まあ、デサントというとスポーツブランドなので名前を聞いたことがある方も少なくないかなと思うんですね。僕の中でデサントというと結構ですねサッカーの監督が着てそうなロング丈のコートのイメージがあったりするんですが、最近デサントというのはどんどんですねブランドイメージが高くなっていて、非常に都会的でシャープなですねデザインを作っているブランドになっています。そのデサントが展開している水沢ダウンというのもめちゃくちゃかっこよくて、まあ、今回ご紹介する中では割とスポーティーなんですが、もうデザインに一切無駄がなくてめちゃくちゃかっこいいダウンなんですね。このブランドのダウンもですね結構お客さんに提案することがあるんですが、小綺麗なダウンよりも少しスポーティーの方が好きな方にはですねぜひおすすめしたいダウンかなと思っています。ただこちらも高いですね。10万円から11万円ぐらいだったと思うんですが、気軽に買えるものではないかなと思っています。僕も水沢ダウンが欲しいんですが、僕にはですねちょっとまだ身分不相応かなと思ってまして、もうちょっと仕事で頑張ったらですねこのダウンをご褒美に買ってあげたいなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、10万円前後のダウンをご紹介したわけですが、まだ全然リアリティはないかなと思います。まあ、ダウンにですね10万円を出せる方ってかなり少ないと思うんですね。こちらの動画を見てる方の中でもそこまで気合を入れて服にお金をかけられる方はそう多くないかなと思うんですね。僕自身独身時代はこういったプレミアムダウンというものを楽しんでいましたが、今はですね正直全く買おうというテンションではないですね。というのも僕は今家族を持ってますし子供も小さいので、やっぱり公園なんかで遊ぶ時にはですね高いダウンなんかを着てるとやっぱり汚れが気になるんですよね。ですのであまり僕にとってはリアリティがないんですが、これから先子供が大きくなって僕がもっと仕事で頑張れるようになったらまた再び背伸びをして着てみたいなというブランドがこのような10万円以上のブランドになっています。そしてここからは少しずつ現実的になってくるんですが、まあ、この次にご紹介したいのがだいたい5、6万円ぐらいのレンジなんですね。ここに位置するのがノースフェイスのダウンですね。中でも人気なのがバルトロというシリーズのもので、だいたい6万円前後するんですが、これがですね毎シーズン完売するような超人気のシリーズになっています。まあ、僕の動画でもですねノースフェイスのアイテムというのはよくご紹介するんですが、ノースフェイスというのが近年どんどんブランド価値を高めてきていて、センスのいいイメージを持つ方も増えてきたんですが、その象徴的なアイテムの一つがこのノースフェイスのバルトロというシリーズなのかなと思っています。まあ、いろんなカラーの展開があってブラック一色もいいんですけども、僕はですねニュートープという色がめちゃくちゃかっこいいかなと思います。ブラックとオリーブで構成されてるんですが、このカラーバランスがめちゃくちゃ良くて、僕もですね密かに狙っているんですが、なかなか競争率が高いのとやっぱりちょっと高いのでなかなか手が出せないダウンなのかなと思っていますが、結構冬場はダウンを頻繁に着る方であればこういったダウンというものに手を出してみるのも悪くないのかなというふうに思っています。
そして続いてのボリュームゾーンというのが大体ですね3から4万円くらいの価格帯なんですね。これぐらいの価格帯も結構さまざまなダウンがありまして、どんなダウンが多いのかというと、セレクトショップのオリジナルのダウンなんですね。これはですね結構さまざまなバリエーションもありますし、大体3、4万円くらいの価格帯であれば結構ですね頑張れば買えなくない価格帯で、結構リアリティが出てくるのかなというふうに思っています。ですので今回ご紹介する中ではこの価格帯が僕の中では一押しです。具体的にどんなブランドがあるのかというと、まず代表的なのはナノユニバースの西川ダウンですね。まあこのセレクトショップのオリジナルの中では結構昔から展開をしていて、非常に人気の高いモデルなのかなと思っています。布団で有名な西川とコラボレーションしているモデルで、非常に暖かくて本来のダウン特有のモコモコ感というものが抑えられていて、デザインもですねかなり洗練されているのでおすすめのダウンなのかなというふうに思っています。他にはアーバンリサーチとアウトドアブランドのナンガというブランドがあるんですが、このコラボレーションシリーズもですねめちゃくちゃかっこいいんですね。こちらも今から4年ぐらい前に僕は着ていたんですが、めちゃくちゃいいダウンで、セレクトショップのオリジナルの中では結構一押しかなというふうに思っています。そしてもう一つご紹介したいのがビューティー&ユースのオリジナルのダウンですね。これまためちゃくちゃいいんですね。デザインがとことんシンプルで、素材に関しては小松マテーレというですね結構世界的にも有名な素材のブランドがあるんですが、こちらを使いながら作っていて非常にバランスがいいので、ビューティー&ユースのダウンというのも毎シーズン楽しみにしています。これぐらいの価格帯が僕にとってはリアルかなと思っていまして、普段のスタイリングでも使うことが多い価格帯になっています。皆さんもぜひですね実店舗に行って試着をしながらしっくりときたものを選んでいただきたいなと思っています。そして最後1万5000円ぐらいのレンジがあるんですけども、これぐらいの価格帯というのが一番リアリティがあって買いやすいのかなと思っています。これは皆さんにとっておなじみのユニクロですね。シームレスダウンパーカーというシリーズがあって、これももう鉄板ですね。数年前から定番になっていまして、まあ、ユニクロのダウンというとウルトラライトダウンというものが定番的だったかなと思うんですが、僕はあまり好きじゃないんですね。いわゆる定番的なダウンというところであまり着ていてワクワクはしないんですが、シームレスダウンパーカーに関しては表面の光沢感もなくてかなりシャープなデザインになっていまして、一切の無駄のない非常にバランスのいいダウンだなと思っています。価格も1万5000円というところで、ユニクロの中では安くはないんですけども、様々な高級ブランドと比較をしても完成度としては非常に高いかなと思っています。ですのでダウンにそこまでお金をかけたくないという方は、ユニクロのシームレスダウンパーカーでまず間違いがないのかなと思っています。そしてもう一つ今年おすすめしたいのがダウンではなくて中綿のものなんですが、グローバルワークのエアサーマルスタイルアップブルゾンというものですね。こちらはですねどちらかというとナイロンジャケットの形に保温機能をつけたようなデザインになってるんですね。このあたりって結構僕は使いやすいなと思ってるんですね。通常のダウンってダウン特有のボコッボコッボコッとしたようなこのような形状がですね結構僕はあんまり好きじゃなくて、できればシャープに着たいなと思うんですね。その点このあたりのですね中綿の入ったアウターというのは表面がサラッとしていて割と着膨れがしないのですごく使いやすいのかなと思っています。こちらは試着をした段階からですねかなりシンプルなデザインで使い勝手がいいかなと思うので、新定番として皆さんにお勧めしたいなと思っています。まだ現段階ではこちらは買っていないので、今後ですね実際に購入をしてレビューの方もしてみたいなと思っています。はい、ということで結構なボリュームになりましたが、高いダウンはモンクレールから安いものはですねユニクロまで様々な価格帯のダウンを今回はご紹介をさせていただきました。今回の動画を見ればどれぐらいの価格帯のダウンが自分にとって心地がいいのか、どのあたりのショップで買えばいいのかがなんとなくイメージが湧いたかなというふうに思っています。これはですね人によってどれを選べばいいのか正解が様々かなと思っています。僕自身を例に出してもやっぱりですね独身時代と結婚してからで選ぶダウンの価格帯って変わってくるんですね。それは皆さんにとっても同じかなと思っています。皆さんにぜひ参考にしていただきたいのは、自分にとってワクワクできるかどうかという基準と背伸びをしすぎない価格帯かなと思っています。僕であればユニクロだとかグローバルワークのダウンで十分デザイン的には満足できるんですが、ちょっとワクワクはできないんですね。そうなるとセレクトショップのオリジナルあたりがちょうどバランスがいいんですね。ですのでこのあたりで僕はダウンをちょこちょこと買ったんですが、今年はそこよりも少しだけ背伸びをしてアークテリクスの中綿のブルゾンを買ったわけですね。このように自分にとって少し背伸びするぐらいの価格帯がちょうどいいのかなと思うので、ぜひ皆さんがダウンを買う際の一つの参考にしていただければなというふうに思っています。ぜひ皆さんこの動画を見てどのダウンが欲しくなったかをですねコメント欄に書き込んでいただきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。もし楽しんでいただけましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。